ひまわりネットワークのゼロから始めるケーブルスマホ講座。皆さんこんにちは。ひまわりネットワークスマホ PC 教室講師のヨンです。今日はケーブルスマホアコースを使って写真の撮り方のお勉強をします。皆さんスマホは写真を手軽に撮れるようになってとっても便利ですよね。以前は出かけるときにデジカメを持って出かけたりしましたが、最近ではスマホ一つ片手にいつでもどこでも写真が撮れるようになりました。まず画面上からカメラ、このボタンをタップします。さあカメラが準備できました。ここでですねレンズの位置を確認しましょう。皆さんレンズの位置分かりますか？後ろの今回のこのスマホで言うとちょっと右側の方にあるんですね。レンズの部分に指がかかってしまうと写真に指が入り込んでしまいますから触らないように構えてください。さあ撮ってみますよ。まず構えます。構えると画面上、この画面上に真ん中に丸いボタンがありますね。この丸いボタンをタップするとこれがシャッターになるので写真が撮れます。そして構えた時に真ん中のところに四角の形、これが出てくるんですね。この四角の形というのはピントをここに合わせるよという合図になります。なので被写体の中でピントを合わせたいところにちょんとタップしてあげるとそこに四角が移動します。これでピントが綺麗に合った写真が撮れるんですね。そしてシャッターを押すときです。強く押すと結構皆さんねグッと押しますからシャン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 と連写で何枚も撮れてしまいます。なのでシャッターを撮るときは軽く触れるぐらいで撮っていきます。もう一つ、写真を撮るときなんですが下の部分ですね、シャッターの下に写真というのが出てます。これを少し動かすと左側ビデオというふうになって、これは動画を撮れる状態になるんですね。ここが知らない間に手が触れて動画になっている時があります。なので写真を撮る時はやはり一度しっかり写真というふうになっていることを確認をしてください。今度は撮った写真の見方です。先ほど撮った写真はどこから見たらいいんでしょうか？スマホの中のこのフォトというところから見ていきます。フォトのところをタップすると中に写真が入ってるんですね。今まで撮った写真は下の方に行くと見られます。そして今撮った写真小さく出てますが簡単に軽くタップしてあげると大きく出てきますね。大きく出たところもさらにぐーっと大きく見ることもできてすごく便利です。ぐーっとまた小さくして、ね、元に戻るときは元に戻すボタンで戻すことができます。また写真を見るときはタップをしてあげたらこれ横にスライドすると以前撮った写真も簡単に見ることができます。こうすると便利ですね。そして撮った写真の中で失敗したりいらない写真も出てきます。そんな写真は右下のところの削除、ゴミ箱のマークですね。ここも大事なポイントです。ゴミ箱のマークというのはどんな時も削除するという意味がありますから、これも一つポイントとして覚えておいてください。さあ削除します。すると下にゴミ箱へ移動というのが出てきます。ここでゴミ箱へ移動をタップするとこれで写真は消えました。このようにスマホで写真は本当に手軽に撮れるんですね。バスの時刻表やいろんなところでもメモのように写真を撮ることができます。いざという時に写真を撮ろうと思うと慌ててしまうことが多いので、普段から花の写真や家族の写真を撮って練習をしてみてください。